独立行政法人国立美術館は日本国内において以下の国立美術館を管理運営する中期目標管理法人たる独立行政法人。独立行政法人国立美術館は1999年に成立した独立行政法人国立美術館法に基づいて2001年4月に設置された。職員数は約131人で役員は 理事長、理事、幹事から構成される。本部は北の丸公園、東京国立近代美術館内にあり、本部職員は東京国立近代美術館職員を併任している。発足後の2007年1月に東京、六本木に新たな美術館、国立新美術館を開館。2018年に東京国立近代美術館、フィルムセンターが独立し、 国立映画アーカイブが設立。2020年に東京国立近代美術館工芸館が石川県金沢市に移転して国立工芸館が開館した。2020年4月1日現在、東京国立近代美術館国立工芸館、京都国立近代美術館国立西洋美術館、国立国際美術館国立新美術館、国立映画アーカイブ、ありがとうございます。